久しぶりなんですけれども、今回もまたレビューしたいと思います。じゃじゃん、こちらでございます。Bレジェンド WPI の味の方がみんなのアイスココア風味でございます。ということで、WPI は、まあ、今までもね、レモンが、地中海レモンがあったんですけれども、まあ、レモンに加えてココアがね、新しく今回リリースとなりました。そして、まあ、いつも通りね、Bレジェンドシリーズの、アイスココアとですね、ラムのね、みんなのアイスココア風味という形でですね、またまた、軽く滑ってるんですけれども、まあ、こういうね、ココア風味で今回は作ってみました。で、まあ、今まで出してる、普通にね、皆さんが多く飲んでいただいてる WPC の B レジェンドシリーズと違って、WPI っていうのは、まあ、製法、作り方が少し違いまして、さらにこう乳糖とかね、脂質とかがカットされているので、特にこう乳糖不耐症、なんかね、要は牛乳飲んでよく下痢する人とか、プロテイン、たくさん飲むと下痢するような人なんかは、特にこっちのね、WPI の、このね、WPI シリーズがいいんじゃないかなと思います。ということで、早速飲んでみたいと思います。はい。では、ベランと開けてみましょう。で、いつも通りね、Bレジェンドシェイカーに 200cc、もうこれお水先に入れておきました。はい。ということで、いきましょう。これいつも通りね、スプーン4杯でいきたいと、まあちょっとざっくりでいきますが、バサッと。よし、はい。3杯。4杯ということで、パウダーはね、こんな感じです。こんな感じ。OK かな。こんな感じです。普通のね、WPC よりちょっとこう、なんというのかな、しっとりというかね、した感じです。はい、ではいつも通り、ローリングシェイクカラーのシェイクでですね。はい、飲んでみたいと思います。こんな感じです。はい、じゃじゃん。まあ、泡立ちはもう全然ないですね。で、なんか溶けも非常にいい感じです。でも、ほんと、アイスココアの色してますね。では、早速、飲んでみましょう。10食。ですけど、ココアも非常にもうほんとアイスココアそのまんまです。で、ダマとかはね、こんな感じ。ダマっていうかもう全然ないですね。泡が少し残ってますけどね。はい、こんな感じで、あのね、いや本当にアイスココアです。味はまあ激うまチョコ、 WPC の激うまチョコと比べるとまあ似てるんですけれども、まあ、本当にグラスに入ったアイスココアをイメージしてもらうといいと思うんですが、まあ、チョコと似てるけどちょっと違うな。どう言っていいのかな。どう言っていいのかな。はい、なんか本当にイメージとしては透明のグラスにね、ちょっと縦長のこんなグラスに入ったアイスココアのイメージです。全然味と関係ないけどね。なんか本当にさらっと飲めて、飲みやすくて美味しいのでおすすめです。まあ値段はね、 WPC と比べると製造にちょっとコストがかかっちゃうので値段は少し高めなんですが、乳糖不耐症なんかで、飲みすぎてお腹痛くなっちゃうような人だったら WPI おすすめですし、あとタンパク質の含有量がね、含有率が高いですから、だからさらに効率よくプロテインを少ない回数でたくさんタンパク質取りたいという人なんかはこの WPI おすすめじゃないかなと思います。はい、ということでぜひですね、まあビールジェンド WPI の、みんなのアイスココア、そしてまあ地中海レモンもありますので合わせて飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。ぜひお試しください。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。